眠りの質を改善する簡単な方法の一つに、寒い部屋で眠る方法があります。これは、脳が低い温度を寝る時間として関連づけるためです。就寝前の最低2時間は、テレビやスマートフォンを見ないようにするか、それが困難な場合は、画面を夜間モードに設定しましょう。そして、ベッドに入る際には、送風機でホワイトノイズを発生させて、眠りにつくときに心がリラックスできるようにしましょう。 長期的には、毎日同じ時間の就寝と起床を心がけましょう。こうすると、外実リズムが調整され、体が休息時間を最大限に活かせるようになります。